これから、ね、ちょっとランチしてね、早い便で2時ぐらいの便でね帰ろうかなと思います。鶏まぶし行ってきました。美味しかった、めっちゃ美味しかった。鶏がプリプリでね、めっちゃ味あって美味しかった。出汁も美味しいし、でしかもあれ3種類食べれるんですよ。卵を入れて食べて、最後出汁入れて食べて、はい、普通のひつまぶしだけだったら出汁のスープもくれるんです。めっちゃ美味しかったです。おすすめ。でこれからもう福岡空港に帰りますよ。はい、ここがね中洲川端駅です。いい旅でしたよ、2泊3日。まあ、美味しいものいっぱいですね、中洲は。で、やっぱり全部予約していくべきですね。2日前ぐらいまで予約していった方がいい。柳川下りとかもここから1時間とかで行けるんですよ。往復で2時間か。なので、でも予約がやっぱ必要だし、当日予約って難しい。あと、人気の飲食店もね、やっぱね、2日前、もつ鍋屋さんとかも、今のひつまぶしとかも2日前ぐらいに、やっぱ予約取っとかないと、やっぱ結構ね当日だと帰れないことが多いんで、ぜひですね予約をしていってですね、プランを立てて予約をして行くのが福岡楽しいんじゃないかなと思います。福岡空港の中にこれシラスクジラっていうねせんべろをやってます。1000円で2杯とおつまみ1杯。でも定食なんかもいっぱいあってそんなに高くないね。すごい。これが2杯目と交換できる券で、ちょっと入る。はい。これ明太子と、これ皮？肝皮みたいな。あれや、だから定食だな。つまみもあるし。おお、ごまさば。せんべろね、2回しました。何回もできるせんべろ、めっちゃいい。はい、福岡空港は最後の最後まで楽しめる空港でということで、今回の2泊3日の福岡旅行ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。